11月4日月曜日、今日の天気は晴れ時々曇り、最高気温は20度の予報です。豊島情報スクエア始まります。皆さんこんにちは、大江千恵子です。11月4日月曜日、豊島情報スクエアです。この番組は火曜日と水曜日を除く毎日11時から生放送でお送りする豊島区の広報番組です。区役所本庁舎1階、豊島テレビエコミューゼタウンスタジオから生放送でお送りしています。また再放送はご覧の時間帯に放送いたします。それでは本日の番組スタートです。今回は区内で展開中の文化イベント、東アジア文化都市2019豊島の話題をお送りいたします。それではゲストをご紹介しましょう。東アジア文化都市2019豊島実行委員会事務局広報の上田明日美さんです。上田さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。2月から開催している東アジア文化都市2019豊島なんですが、はい、だいぶね、区民の皆さんにも楽しまれている印象があるんですが、はい、改めてどんなイベントなんでしょうか。はい、本当にたくさんの区民の皆様に足を運んでいただいているんですけれども、東アジア文化都市とは日本、中国、韓国の3カ国から文化芸術による発展を目指す都市を、選定し、年間を通し多様な文化芸術イベントを行っています。2019年は、日本豊島区、中国西安、韓国インチョン広域市で、行っておりまして、国内では6番目の開催都市となっております。2月にですね、開幕いたしまして、11月24日今月閉幕式典の月を迎えます。はい、今さっき開幕式の映像あったんですけれども、はい、こちら日中間文化交流事業といたしまして、はい、区内からですね、中国西安市に書道のイベントがあったり、あと韓国のインチョン広域市ですね、でこちらの生活文化祭りにも区内からですね行っていただいたり、で11月2日には、東京建物ブリリアホールで公演事業特別公演といたしまして、はい、中韓の芸能団を招聘し、そして日本から豊島区からも、ね、サーティーディラックスの皆さんに出演いただきました。はい、さらに舞台芸術、漫画、アニメ、祭事、芸能の3つの部門をですね柱として新規事業や、それから、たくさんの事業で東アジア文化都市の事業を区内で開催しております。はい、ね、今月ね、もう閉幕式典があるということで、あっという間ですよね。はい、さあ、これからの今月の流れはどのようになっていくんでしょうか。はい、閉幕式典の月ではあるんですけれども、はい、ハラハラドキドキ文化がいっぱいということ で、はい、今月もまだまだあります。はい、まだまだあります。はい、なので、ご紹介していきたいと思います。はい、まずは祭事芸能部門からですね、2つご紹介させていただきます。はい、11月4日本日開催でございます。第31回民族芸能イン豊島でございます。はい、こちら11月1日にオープンしたばかりの東京建物ブリリアホール、豊島区立芸術文化劇場にて、行います。はい、こちらも第31回ということで、歴史がある、はい、イベントではあるんですけれども、はい、地域に根ざし受け継がれてきた無形民族文化財 の、 こういったお祭りがあるんですけれども、はい、こういったお祭りの演目って1年に1回決まったところでしか見れないじゃないですか。そうですね、はい、そうなんです。それではなくて、そういった素晴らしい演目たちが一堂に、はい、ブリリアホールに集結いたします。はい、こちらですね、5種類の演目がありまして、うん、はい、長崎獅子舞、藤本林、はい、雑司ヶ谷、下陣、お屋敷、万灯供養、秩父、屋台林、そしてですね、はい、今年は東アジア文化都市の都市といたしまして、うん、はい、韓国伝統楽器と舞踊の公演も、行われます。はい、この、ね、伝統的なものがまた、ね、はい、国際的な、ね、ものも入って、ね、その舞台で見られるっていうのもすごい貴重ですよね。そうなんですよ。はい、うん、こちらはチケットはどうなってるんでしょうか。はい、本日開催でございますが、はい、会場東京建物ブリリアホールにて、12時半より、はい、
こちら当日券を、配布いたします、はい、こちらの番組終わった後でもまだまだ間に合いますので、そうですね、十分間に合いますので、はい、皆さんぜひこの番組見てから、はい、劇場に、はい、足を運びください。はい、はい、それでは続いては何があるんでしょうか。はい、はい、続いては11月10日来週開催でございます、はい、今週ですね、大田楽池袋絵巻でございます、はい、うん、はい、こちらも区民の皆様にはもうおなじみの演目かなとは思うんですけれども、うん、恒例ですね、はい、恒例の南池袋公園で行われたりもしたんですけれども、はい、今年は東京建物ブリリアホールで行います、はい、今回はですねネイキッドというアーティスト集団にも入っていただき、はい、新劇場を、ことほぐ新劇場のオープンことほぐスペシャルバージョンとなっております。はい、総合演出には今年もまた豊島区と、ゆかりの深い野村万蔵先生に演出を、はい、していただき、120名の田楽奉仕からコスプレイヤーまで、はい、本当に色鮮やかに、ことほぐスペシャルバージョンでございます。もともと大田楽が平安時代から室町時代にかけて爆発的に人気だったんですけども、はい、忽然と消えたものを、まあ、20世紀に入って復活した事業になるんですけれども、はい、本当になので毎年たくさんの方に見ていただいてるんですけれども、今年は東アジア文化都市特別バージョン、そして東京建物ブリリアホールという新たな場所にで行いますので、こちらもぜひ足を運びください、はい、楽しみですね。豊島区で復活するということで、はい、衣装もね華やかだったりするので、そうなんですよ、はい、ね、目で楽しめたり太鼓なんかもねあるでしょうし、はい、はい、皆さんどうぞお楽しみください。お楽しみください。こちらはチケットはまだあるんでしょうか。今毎年の人気公演でして、はい、実は、はい、事前の前売り券が完売しております。ああ残念ながら、はい、なんですが、心配ご無用でございます。はい、11月10日当日にですね劇場でチケットを配布いたしますので、はい、どうしても見たいよという方は、当日劇場に急いで足をお運びください。そうですね、まだ間に合います、はい、皆さん足を運びください。さあ祭事のねこの祭事伝統のジャンルから2つご紹介いただいたんですが、はい、まだまだ文化ワクワクいっぱいということで、文化がいっぱいということで、はい、次のイベントは何でしょうか。次はですね漫画アニメ部門でございます。はい、こちら国際漫画アニメ祭令和豊島、インターナショナルマンガアニメーションフェスティバル令和豊島、略してアイマートでございます。ありがとうございます。素敵な発音していただきました。はい、はい、こちらのイベントなんですけれども、PR 映像を作っていただいている久野陽子さんが新たに、はい、こちらのメインビジュアルを手掛けているんですけども、これですね、はい、素敵ですね、はい、この、絵の通り、はい、本当にアニメ漫画は本当に豊島は聖地ではあると思うんですけれども、はい、まあ、今後どういった未来を作っていくかということを、うん、論じるフェスティバルでございます。角、はい、川株式会社角川の、顧問の方でしたり、はい、あとは手塚プロの社長さんに基調講演を行っていただきます。角、はい、川の、顧問の方は中国や台湾で日本の漫画アニメの普及に、携わっていた方でしたりとか、はい、手塚プロの社長さんはなんと手塚治虫先生のですね、はい、マネージャーをされていた方になりますので、本当、はい、うんうん、まあ、東アジアの、漫画アニメ、それから豊島区の漫画アニメ、どちらも、すごく、聞き応えのある視聴公演になっていると思います。さらにですね区民アニメの制作でしたり、うん、そういった漫画のハッカソン等も行って、実はプレイイベントで行っていましたので、うん、はい、そういったものの、企画の発表等もございます。はい、本当に今ホームページで国際漫画アニメ祭のホームページに、はい、出演者発表になっているんですけれども、はい、すごく豪華なラインナップとなっておりまして、はい、まあ、夏目房之助さんといった今までの、はい、日本の漫画アニメを作ってきた論じてきた方々から、はい、まあ、今後の、漫画アプリでしたり今後の未来を論じる方、はい、あとは本当 SNS で人気のウェブ漫画家さん、仮面凸さんという子供のケーキ屋さんと書いていらっしゃる方も、はい、トークセッションに登壇されたりするので、はい、すごく本当に今後の漫画アニメを本当に現場の視点から見ていくトークセッションがさまざまございます、はい、見応えありますね、はい、見応えがあります、はい、こちら11月15日金曜日から17日日曜日に、はい、豊島区役所本庁舎1階豊島センタースクエア5階の、本庁舎会議室で行います、はい、こちらですね基調講演は、無料となって
小公演でしたり、成果発表は、無料となっているんですけれども、はい、その他ですねトークセッション等は、チケット料金がかかります。はい、はい、3日投資券が5,000円、1日券2,000円なんですが、はい、豊島区民の皆様には区民割引がございます。はい、なんとありがとうございます。はい、3日券2,500円、1日券1,000円となっておりまして、はい、なんと半額でございますので、そうですね、半額ですね、半額で、はい、なっていますので、はい、ぜひ皆さんにですね足を運びいただいて、ね、はい、まあ、漫画アニメの聖地池袋から今後どのように未来を発信していくかということを一緒に考えていただければなと思います。はい、たくさんの皆さんのご来場お待ちしております。お待ちしておりますね。ちょうど漫画家さん笑ってましたけどね。そうですね、笑ってました。いいタイミングでした。お待ちしております。はい、さあ続いてのプログラムはどんなプログラムなんでしょうか。はい、こちらですね舞台芸術部門から、2つ、ご紹介いたします。まず11月20日23日に東京建物ブリリアホール、豊島区立芸術文化劇場で行われます。はい、ブリッジ・トゥ・バビロンなんですけれども、はい、こちら豊島区とは本当にゆかりの深い近藤良平さんによる、はい、公演でございまして、ニューボンでしたり、うんうん、本当に豊島区の皆さんにはおなじみかと思うんですけれども、はい、こちらの近藤さん率いるコンドルズがですね、はい、新たな東京建物ブリリアホールのオープンを祝して、はい、豊島区民を中心として公募ダンサーを募ったんですけれども、はい、こちら下は小学生、上は70代の、あ、幅広い、はい、幅広い年代の方々が集まりまして、はい、なんと180人、はい、おたくさんいらっしゃいますね。はい、180人のすごく見応えのある、はい、公募ダンサーとともに新たなホールの、はい、こけら落とし祝祭をテーマに、はい、新作ダンス公演を行います。はい、先日公募ダンサーの皆さんの出演シーンが発表になったんですけども、はい、なんとオープニングを飾ります。あ、オープニングなんですね。はい、これはもう皆さんのエネルギッシュな演技を期待したいですね。はい、なので、はい、とてもスペシャルな公演となっておりますので、ぜひ足を運びください。はい、さらにですね、はい、私散々東京建物のブリリアホールの話を本日していきたんですけども、はい、これだけではございません。はい、そうなんですね。はい、池袋西口公園もリニューアルオープンいたします。ここもまた新たな、はいはい、こちらの池袋西口公園野外劇場のこけら落としイベントとなるのが11月23日に開催となります。はい、マハーバーラダ奈良王の冒険、はい、東アジア文化都市2019豊島バージョンでございます。はい、こちらですね、舞台芸術部門の総合ディレクターを務めていらっしゃる、宮城聡さんの代表作であるマハーバーラタ奈良王の冒険なんですけれども、はい、こちらフランスの芸術祭でしたり、はい、そういったところで賞を取っていまして世界的にすごく評価の高い作品なんですけれども、はい、古代インドの国民的大叙事詩の中で最も美しいロマンスと言われるマハーバーラタ、はい、こちらを豊島区バージョンとして新たに上演いたします。はい、なのですごくですね本当に池袋西口公園野外劇場も結構見えてまして、はい、本当にほぼ完成してるんですけども、うんうん、ガラッとここも変わりましたの で、ね、はい、ありますね。ここでこういったマハーバーラダという世界的な、はい、人気のある公園で、うんうん、本当にすごく幻想的な公園なんですけれども、こういったものを上演できるということで、うんうん、はい、たくさんの方々に本当に見ていただきたいなと思います。楽しみですね。はい、このブリッジトゥーバビロン、そしてこのマハーバーラタ奈良王の冒険なんですが、はい、こちらの入場についてはどうなってるんでしょうか。はい、どちらもチケット購入が必要となる公演になります。はい、チケット情報につきましては下に出ている東アジア文化都市の、はい、ホームページでご確認ください。またですね、マハーバーラタにつきましては、はい、大人気につきまして、はい、前売り券完売しております。そうなんですね、ありがとうございます。ただまだチャンスはございます。はい、当日券販売を行う予定となっておりますので、そういった情報もすべてホームページに記載いたしますので、今後こちらをチェックしてください。はい、チェックしてみてください。はい、さあ東アジア文化都市2019豊島、はい、たくさんのイベントをお話しいただいたんですが、はい、その他についての話題もあるんでしょうか。はい、はい、ついにですね11月24日日曜日に閉幕式典を迎えます。はいはい、会場は東京建物ブリリアホールになります。はい、こちらですね3都市による、成果の振り返りや、芸能団のパフォーマンスと行いますが、はい、まずオープニングがですね日中間の伝統楽器を用いた音楽の上演
演となっておりまして、はい、で芸能団のパフォーマンスもちょっと中国と韓国の芸能団についてはお楽しみにというような感じなんですけど、はい、日本からはあの日本舞踊の、はい、あの艶やかな上演を行います。さらに2020年の東アジア文化都市は福岡県北九州市での開催となりますので、はい、こちらの都市へのバトンタッチ、さらにあのこちらの豊島テレビでもたくさん取り上げていただいた私は未来の、はい、曲を皆さんで歌ったり、あとは来年のオリンピックに向けた東京2020音頭も皆さんで歌います。こちら、はい、ただいまですね入場につきまして皆さんのご応募お待ちしておりますので、はい、情報は詳しくは東アジア文化都市のホームページでご覧ください。はい、検索してください。はい、さあそれではここで池袋にある総慶美術学校の学生が制作した映像作品をご覧ください。はあ、また失敗しちゃったな。あれ？こんにちは。はじめまして。あなた誰？私は福。この公園によく来るの。ここの南池袋公園は都会のオアシスとして、いろんな人たちが癒しを求めてやってくるんだよ。へえ、そうなんだ。知らなかった。どこがそんなにいいんだろう。よかったらこの公園のいいところを案内してあげる。ああ、ちょっと待って。ここは？ここはラシーヌファームトゥーパークっていうカフェレストランだよ。まずは美味しいもの食べなきゃね。さあ、食べて食べて。うん、いただきます。うん、パンがもちもちで美味しい。お肉もジューシーだね。ね、おしゃれな空間で食べれば元気も100倍。本当だね。じゃあそろそろ次の場所へ行ってみよう。ここは子どもたちが遊べる遊具エリア。私でも遊んで大丈夫かな？もちろん遊ぼう。なんか懐かしいな。こうしていると子どもの頃を思い出すよね。他はどんないいところがあるの？お、待ってました。次行こうか。これは何？ゴザだよ。芝生の上ではゴザを借りてのんびり過ごすことができるの。へえ、寝転がってみよう。うん。あー、気持ちいい。すっかり笑顔になったね。うん。だいぶ満喫しちゃったな。よかったよかった。なんかすっきりしたな。また何か嫌なことでもあったら南池袋公園に来てみて。あ、うん。そっか、この子私を元気づけようとして。ねえ福ちゃん、ありが。あれ、福ちゃん、鳥の羽、どこ行っちゃったんだろう。いつでも遊びに来てね。私はいつもここで見守ってるから。また来よう。はい、学生作品ご覧いただきました。さあ今回は東アジア文化都市2019豊島についてご紹介してきました。上田さん、はい、では今回の、はい、実行委員会事務局を代表しまして、はいはい、皆様にメッセージをお願いできますでしょうか。はい、東アジア文化都市2019豊島、ついに今月閉幕式典の月を迎えるんですが、東アジア文化都市実は今年の12月まで続きますので、はい、まだまだ皆さんにはたくさんの事業に参加していただければなと思います。うん、私もですねイベントで豊島テレビに出た東アジアのお姉さんだなんて言われることも、はい、結構ありましたので、本当にここに、ね、私が紹介させていただいて足を運びいただいた区民の皆様もたくさんいらっしゃると思いますので、はい、本当にそういった皆様にありがとうございますという気持ちと、あとはですねまだまだ終わらないので、はい、今日紹介したイベントにもぜひ足を運びいただければなと思います。
はい、ありがとうございます。まだまだねギリギリまで楽しめるということで、はいはい、皆さんたくさんのご来場お待ちしております。本日は上田さんありがとうございました。ありがとうございました、はい。それでは次回の豊島情報スクエアは7日木曜日となります。皆さんどうぞご覧ください。さあそれでは本日はこの辺でお別れです。さようなら。さあまだまだやってます本日、はい、リリアホール来てください。来てください。水木屋の豊島です。